11月29日の宇野塾通信をお送りしています。今日はイギリスの財政再建の3日目です。英国の予算を立て直す最善の方法、年金支出を抑制し財産に課税することが正しい答えである。今日多分最終回ですね。トリプルロックの廃止は最終的には巨額の節約になるが時間がかかる。特に最も貧しい年金生活者はエネルギー危機の間保護される必要があるからあるためだ。したがって大幅な増税は避けられない。良い選択肢はあまりないが高価な物件に重税をかけるという方法がある。固定資産税は経済成長に最も適した税金の一つである。しかし英国の住宅に対する主な税金は1991年からの相対的な不動産評価に基づいており、逆進性がある。逆進性というのは高いほど税金が安いことですね。ロンドンのケンジントンやチェルシー区の住宅価格は全国平均の8倍だが、最も高い住宅でも年間2700ポンドの資税がかかるだけで全国平均の2倍以下である。要するに高い住宅は税金が安いということですね。住宅資産に対する相続税の課税最低額を高くすることはおそらく英国で最も愚かな税制であり、高齢者が家族規模の家に住み続け、それを非課税と遺言で譲り渡すことを奨励するものである。まあ、相続税が甘いということですね。現在の制度は非常に崩壊しており、現在の資産価格に対して年間 0.5% 程度の税金をかけることで政府の既存の資産課税の全てを控え、ほとんどの国民に減税をもたらしてもさらに資金を調達することができる。要するに固定資産価格に対する税金が脆弱だってことですね。相続税の財産控除も廃止し、相続税とキャピタルゲイン税の抜け穴を探るべきである。まあ、今日多分最終回ですね。トリプルロックを廃止するべきだって言ってます。要するに年金生活者に対する保護ですね。ただこれ言ってるのもう一つはね、貧しい人に対してはちょっと気の毒だなということを言ってますね。それなりの対策が必要だ。それから固定資産税に対してはですね、ちょっと逆進性なんで、やっぱり不動産価格の高い住宅価格にはもっと多くの税金をかけるべきだということをここでは言ってますね。ですからあと相続税についてもですね、課税最低額をもっと引き上げるべきだということを言ってますね。そういう資産に対する課税を考えることによって、もしくは相続税の対策をすることによって国民全減税をしたとしてもそれをしのぐだけの効果があるということをここでは言ってますね。だからただその党離党を支持している、そう考えるとなかなか思いにいかない。